AKB48 大西桃香セカンド写真集桃の眺め方発売記念ショールームです。イエーイ。こんばんは。改めまして AKB48 チーム K の大西桃香です。本日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、ありがとうございます。今日はなんと特別にショールームスタジオさんからお届けをしたいなというふうに思っております。そして本日9月20日なんといよいよ大西桃香セカンド写真集桃の眺め方が発売になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのこうなんだ X のリアルタイムとかこう見てると今日届いたよって方がすごくたくさんいらっしゃって、なんだかとても嬉しい気持ちになりました。皆さんもう中身は見てくださいましたでしょうか。どうかな。お、見た。あ、5週ぐらいしました。本当そんな見てくれたの。あ、見たよ、届きました、届きました。あ、これからです。おー、いいねいいね、ありがとうございます。本当にまだドキドキが止まらない。もう26歳、あの今日あの舞台の声の形っていうミュージカルのお稽古今日通しだったんですけど、だからなんかもう自分で自分が誕生日っていう頭があんまりなくて実感が湧かないままこのもう夜9時まで過ぎてしまったんですけど、でもこう X だったりとかいろんなこうメッセージとかであのすごくいろんな誕生日おめでとうだったり画像を作ってくださったり、あと動画とかだったりなんか作ってお祝いしてもらったりとかして、本当になんか嬉しいなって思ったし、なんかそれを見てなんか自分のなんだろう自分の気持ちの原点だったところっていうのかなのをなんだかなんかすっと思い出したっていうか改めて感じたというかっていうことが今日こうツイッターとか見てて、あ、間違えた、 X とか見ててそうなんです思ったりとかしたので本当にありがとうございます。感謝です。じゃあちょっとねこの番組をそろそろ進めていきたいと思います。この配信はですね、私大西桃香のセカンド写真集桃の眺め方が、発売されることを記念して、配信しております。画面のカートボタン、こっちだね多分、カートボタンを押してショップルームをに行くと、写真集をゲットすることができちゃいます。ここで写真集をゲットしていただくとショールーム限定特典のポスターも漏れなくプレゼントしちゃいたいと思います。そしてですね今こちら、あ、そっか大西がそっか大西が見せますね、ドーン、こちらがじゃーん、今回のポスターになっております。やだそう、今までの、 あの配信はあのサイン入りとかなかったんですけどこんな感じになります。これが完成形で、今までのショールーム配信であの言ってきたポスターもこんな感じに、他の、まあ、メッセージとかも入ってたりこんな感じでサインも入ってたりします。でですね、今回はこちらのポスターに加えてですね、こちらのねポストカード、ででん、あー、こちらもプレゼントしちゃいたいと思います。これ裏はこんな感じに、こんな感じの、こんな感じになっていて、そう、こんな感じの大きさの、ポストカードをプレゼントしたいと思います。これはですね、あのこっちのポスターとこっちのポストカードのどっちのカードをこの最後の配信にの絵柄にしようかなって迷った結果、今回なんと特別にどっちもということで、そうなんです、どっちも作っていただいちゃいました。でですね、こちらの、ダブル特典なんですけど、こちらの商品はこの番組中にしか、この配信中にしか、購入ができないことになっております。今までだと今日の夜の12時までだよとか、3日間ぐらいあの私の配信で自由に配信してる時までとかは特典ついてたんですけど、この2つはこの1時間の配信のみになりますので、この1時間限定でのゲットになりますので、ご了承よろしくお願いします。ぜひぜひよかったらゲットしてください。よろしくお願いします。はいはい、ということでですね、まあショールームの説明はいいか、ちょっとじゃあここで今回ゲストの方、こんな人一人で悠々と喋ってたんですけど、ゲストの方が今隣にずっと いらっしゃって、そうなんです、今回ゲストを呼んでます。じゃあちょっとゲストの方を紹介
紹介したいと思います。デレン、自己紹介お願いします。どうもすいません、薄いです。こんにちは、こんばんは。イエーイ、お邪魔します。まさかの、そうなんです、私の所属しているアリゲーターという事務所の、あの初期の頃からついてくださっているマネージャーさんの薄井さんでございます。今日はよろしくお願いします。すいません、前回ね、スペシャルゲスト、そう、私会っていう、そうなんです。いやでもなんか前回の配信の時になんか最後どうしようかみたいななって、薄井さんはその写真集の撮影とかでもずっとついてきてくださってたので、思い出話とかもしやすいんじゃないかなと思って、うん、なので今回は最後の晴れ晴れしいこの日の配信に薄井さんを呼んでみました、はい、なのでよろしくお願いします。でちょっと早速なんですけど、あのこの配信中、この配信を見てるよっていうハッシュタグを作りたいなと思いまして、それを薄井さんに決めてほしいなってめっちゃ無茶ぶり。そうなんです、はい、いつもね、大西ハッシュタグ、はい、大西桃香セカンド写真集とか、あのハッシュタグ桃の眺め方っていうのをいつもつけてるんですけど、この配信限定のハッシュタグ欲しいなと思って。なるほど、そうなんですそう、これ急に私言い出したんで、はいはい、そうなんですよね。なるほどね、うん、まあお、すごい。じゃあもうさらっと決めちゃいます。あ、じゃあさらっと、ぜひぜひ。今日お誕生日なんで、せっかく。あ、そう、はい、でも薄井さんも昨日お誕生日だったんです。おめでとうございます。ありがとうございます。一日違い、そう、私大西ちゃんと初めて会った時の、なんか覚えてる会話の流れが、うん、その誕生日の会話の、うそ、なんか一日違いだから、うん、あ、一日違いだねみたいな、初めて会った時。え、全然覚えてない悲しい。あ、そうなんだ。あ、もう決まりました、はい、早い。あ、いいですか。すごい、いい、めっちゃ、はい、ででん、あ、はい、じゃあハッシュタグ0920の眺め方、いい、いい、今日の眺め方、え、めっちゃいい。どうですか、お願いします。薄井さんに任せてよかった、うん、ありがとうございます。じゃあ本日のハッシュタグはこのハッシュタグ0920の眺め方でつぶやいてください。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあここ、こことか置きますか。はい、いけるかな、見えるかな。はい、あ、いいじゃないですか、ありがとうございます。お願いします。じゃあですね、まあ、今回薄井さんはこの、ね、写真集の東京と西伊豆の、全撮影についてくださっていたので、まあ、ちょっと一緒にね振り返っていけたらいいなというふうに思っております。ここに、あ、なんか出てきた。あ、秋元康先生の大先生からいただいたお言葉が出てきました、はい、嬉しい、ありがとうございます。ありがたいお言葉、はい、こちらにね、あの本物がございますので、一緒に見てちょっと振り返っていけたらいいなというふうに思っております、はい、ちなみに今回の大西の写真集出来上がり、初めて見たの薄井さんですもんね私よりも先に、ね、確かにそうなんです よ、 そうなんですよ。私、あの出社したら、うん、自分のデスクにもうドンって桃の眺め方が置いてあったんです置かれてたんで、うん、私のデスクに、あっ、うん、と思って、うん、もう一通り行ったらよりも多分早く見させていただいて、なるほどなるほどって言って、なるほどなるほどなるほどっていうのはどういうなるほどどんな意味が込められてる。結構でも完成するまでに私色香とかね、いろいろもう全部見させてもらってるんで、そうですね、ついに完成したんだなと思って今いいって、はい、全然関係ないんですけど、 AKB の方のなんかスタッフさんが覗いてきたびっくりしちゃった。ありがとうございます。じゃあですね、はい、まあちょっと、まあまあ、2回目になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとよかったら見てください。本当4日間ずっとつきっきりで、うん、そうですよね、もう朝から晩まで、朝から晩までずっといたんですけど、あの寒い外の撮影とかも一緒にしましたもんね。そうですね、あの、うん、全部お風呂も一緒に入ってました。私は服着てましたけどね。あ、そうだそうだそうだ、あ、まあまあまあ、ここは見せて大丈夫です。このページはまあもうね、先行カットだったので全然、はい、そうなんです、そう、一緒に入ってましたもん ね、なんか湯気がすごいじゃないですか、お風呂なんで湿気、うん、そう、湿気、湿気と戦いながら、お医者は必死になんかこう、私はこのカットが取りたいみたいな、そうなんか手ぶらにこだわりがありすぎて、そう、そうなんです、私だから最初、あ、今回そう手ぶらのやつがあるんですけど、うん、なんかもうその最初の話し合いの段階、はい、どんな写真集にしたいですかって話し合いの段階の時に、私は自分のこの姿が好きなんですっていうのをめっちゃアピールして、
っていうのもなんかお風呂に入ってる、まあ、鏡あるじゃないですか、うん、でなんかこう自分がメイクしている鏡姿とか、 なんかお洋服とか選んでる鏡姿のどれよりもお風呂に入ってる自分が好きっていうのがあって、うんうん、でそこで私は自分の胸の下の部分が好きだと、うん、って思ってて、だからそこをぜひアピールできたらいいなって思ってるんですっていうのを相談してて、だからもう自分のこうだから結構2枚くらい入っちゃってるんですよね、そのカウントそう、なんか手ぶらね、そうそ、なんかホテルの撮影の時にもう手ぶら結構大胆な手ぶらしてたんですけど、そうなんかあの納得できひんみたいなこと言い出して、お風呂でその温泉に浸水した時の温泉でもう一回ちょっといいですか、そう、もう一番最後にこれってまだ時間ありますかねみたいな、もしあったらちょっとその手ぶらのやつをもう一回やりたいんですけどみたいな、うん、っていうのそこに関してはものすごいこだわり感じたっていうのは、あのそのカメラマンさんがパシャパシャ撮ってはる時に、うん、別にあの対してなんかその、うん、撮ったもののデータを別に見るでもなかったんですけど、うん、その手ぶらに関してはどんな感じですか、え、そうそうそう、どんな感じでみたいな、なんかすごいカメラマンさんってやり取りしながら、ね、なね、こだわりっぽい、すごいこだわったんじゃない、もう一番なんなら見せたいというかだから今回3つお風呂入ってるんですよ、そのホテルの綺麗なあのスイートルームのお風呂で、あとお家感があるところでのお風呂で、最後露天風呂、この3つでやってます、一応一応3つでやってて、そう、露天風呂以外のやつはだからその2種類使われてるんですよね今回。これそうなんです、まあ手ぶらじゃないんですけど、私これ思ったんですけど今、うん、これさパネル作ったらめっちゃ面白いなと思って、何何何、ここ穴開けてみんな何だ応援しよう、嫌よなれるみたいなパネルあったらめっちゃ面白いかな、嫌だなんで恩師の体になっちゃうのみんないやなんかちょっと想像したらちょっと嫌なんですけど、すごい面白いなと思って、これをなんか見てこれパネルあったらめっちゃ良くない、ちょっと今なんか思っちゃった、えー、ちょまあでも確かに観光地みたいに、しかも観光地みたいになんか西伊豆の置いてもらう、西伊豆はやだ西伊豆はちょっと恥ずかしい、でも今パネル店やってるんですよ、そうそうそう、だからワンチャン、うん、あのまあちょっと期間ありますからパネル店こう展示されてる期間も最終日までにもしかしたら増えてるかもしれないですね、顔はめパネル、そうですね、だから今日行ったって方も時田さんがうんってなってるけど、まあそうです、これじゃなくてもね、まあ見方とかでも何でもいいんですけど、確かに大島岡になりきれるパネルで確かにいいですね、うん、この方私も大好きな方なので、はい、そうですねじゃあまあちょっと、まあ、他にもちょっと振り返っていきましょうか、振り返っていきましょう、うん、あの、うん、エピソードといえば、はい、この撮影に入る1週間ぐらい前にあのフィッティングっていうのをやるじゃないですか、ああやりましたね、スタイリストさんにあの着るねお洋服だったり水着だったりとかを全て持ってきていただいて、うんまあ、全部とりあえず一通り着てみるっていうのをやったじゃないですか、うん、やりましたね、まあ、私なんかそのあのお着替えルームに一緒にいたわけなんですけど、なんかそのフィッティングの時は、うん、なんか結構頑張って太りましたみたいなことをお医者さん言っていて、私も確かになんか確かにむっちりしたなみたいな、うんうんうん、すいませんね皆さん、あの下着姿とかもうなんなら全部出してる状態の元の部分をもうさらしてますね、見てるんで後ろからで、確かになんか結構むっちりしたなってその時は思ったの、うんうん、でそっからじゃあいざ撮影に入りました、はい、初めての撮影の時にめっちゃ痩せてて、あれ1日目も1日目から痩せてて、あれそうなんかえみたいな体をちょっと最初だってあのプールの撮影でしたよね、うん、あの赤いそう水着のやつ、その時なんかもうすでに痩せててえみたいな、なんでそんな短期間で痩せるのみたいな言ってて、いや痩せちゃったんですよみたいな、なんかこうリハかななんかがあって、うん、結構踊ったりしてて、確かにコンサート前だったので、そういや今日寝る前にちょっとなんかラーメンとかなんかあ言ってたわ、食べたんですけどダメでした、言ってみたいそんなんと思って確かになんかでもそれこそ西伊豆が、うん、そのなんだ一番最初の今言ってた撮影から1ヶ月ぐらい空いてからの撮影だったんですね、確かに、でもその時はだいぶ痩せちゃって、うん、うん、そう、ね、
あばら出ちゃってるなって自分で思いながら撮影してたので、だからそっちの印象はあったんですけど、確かに初日の方もちょっと痩せちゃってたんだ。初日ちょっと痩せちゃってて、あのでもその1ヶ月後2ヶ月後のその2シーズンでの撮影の時は、うん、なんかいい感じに体が仕上がってて。あ、本当ですか。だからそれはあのスタイリストさんと一緒にお話ししてたんですけど、うん、その人はなんか閉まったなみたいな体が、この短期間で。あれの方が良かったのかな、逆に。大西わざと太りに行ってたりしてたんですけど結構あ痩せちゃったなってぐらいが、じゃあ方が良かったのか。シーズのね、うん、時のなんかボディがベストなのかな、うん、あ、嘘、本当ですか。私とスタイリストさんはそういう話をしてました。そっか、はい、なんかそれこそファースト写真集の時になんかカリコリすぎるから太りなさいって言われて、そのスタッフさんに、うん、でそれの企画とかも組まれちゃって、大西桃花を太らそうみたいな、あ、中身についてもそう、そうで、だから今の状態じゃ割とダメなんだと思ってた脳が大きかったから、まあ、この辺、そう、あ、そう、この辺、この辺の時にその素敵な体されているなって、嬉しい、感じました。じゃあ割と無理せず太んなくてもよかったのかな。本当だよね、綺麗ですよね、私的に、はい、嬉しい、ありがとうございます、はい、そう、頑張って太ってたんですけど、うん、じゃあこれからはあんま無理せず自分の体で、うん、いや、いいなと思って、なんかその痩せちゃったんですよみたいな、そう言ってみたいわと思ったエピソードです。いや、ありがとうございます、うん、嬉しいですね、はい、そうですね、あと他もいろいろあれですね、2日目とか、初日はシティホール、ゲームセンター、湾岸の夜景、うん、どうですか。ゲームセンター楽しかったな。楽しかったね。あれ場所言っていいんですか。あ、どこだったんですか。千葉じゃない。あ、千葉県の なんちゃら園ですよね。なんちゃら園わかるかな千葉県ゲームセンターで調べてみてください、皆さん。そう、めっちゃでっかいんですよ ね割と車も走らせていった気がする。でも本当テーマパークみたいで、そう、バスケコートもあるし、もうそう、まあ、敷地が広いんですよね。そう、もうそもそも駐車場がこうやって見るぐらい広かったから、うん、24時間営業みたいな。あ、そうなんだ。そうでした。で、いい、楽しかったなと。私もモニター撮影よりもなんかその雰囲気が楽しくて、もうずっと動画撮ってて、うん、あ、そうなんですか、うん、あのあれ、はい、私を見ず、あ、風景もね大事ですよね。あと大西はそのなんだろう、あれ映ってたかな、なんかゲーセン行ってまずやったのがあの UFO キャッチャーやったんですよ。それ映ってないか、映ってるか。それ私でもファンクラブの動画にあげました。あ、本当ですか。あ、UFO キャッチャーって あった。そう、このこいつ、ひよこのでっかいぬいぐるみ、取れなかったよな。取れなかったんです、うん、これ今でも悔しい。この動画は FC に載ってます、皆さん、お、ぜひぜひ見てください、ファンクラブ、はい、いや、そうなんですよね、これめっちゃ撮りたかったんですけど、ね、バッティングセンターもあるし、そう、何でもありましたよ ね、ここ、まあ、あ、そうだ、ビリヤード場もあったしここ私好きよ。え、このこの方ですか。なんでビリヤード場で脱いでるのみたいないや、私が一番不思議な気分でしたよ今ちょっと違った、何があったの、これいいよみたいな感じなんですけど、私なぜかこれ私すごいオフショット撮ってて、なぜだか、え、嬉しい。それをなんかファンクラブに載せるか載せないかみたいなちょっと葛藤があって。なんで、え、だってお尻丸出しなんですよ、なんかいや、この時お尻丸出しでしたよね、私は本当にね。だからなんか載せてもいいのかみたいな。まあでもファンクラブはいいんですか。もう全然、私だから本当にこの写真集でもう真っ裸になってもいいぐらいのつもりでやってたんで、もう全然もう見てくださいみたいな。そう、もう皆さんね、逆に心配しはるから。え、そう、いや、だからいっぱい今日も心配するから、なんかその X でこう感想を見てたんですよ、写真集を見てくださった方の感想とかが上がってて、なんか裸だったよみたいなそう、これでも裸だったよっていう方がいらっしゃるなら、大西がもしそのなんだろう、まあ、まあ、もちろんこれが理想形なんですけど、自分のこうやつを突破してっちゃってたら、うん、ファンの方はどんな反応してたんだろうみたいなもうさ、パンツ一丁なわけやんか、うん、何を脱ぐのってなるよね。でも確かに、いや、確かにパンツは履いてたいな手ぶらで履いてたい。何をこれ以上脱ぐんですかってなるからファンが心配しちゃうじゃないですか。
私も限界ってどこなんだろう、うん、ねえ、うん、いや私も結構心配しながら見守ってたんですよ、うん、大丈夫ですかみたいなそうですよね、確かにそう考えたら、心配になるぐらい、はいはい、いやでもね、楽しかったですね、そういうゲームセンターとか、そういうね、脱いでない部分のところとかもすごく、まあ、脱いでるか、脱いでたもん、ね、脱いでるねどこ脱いでないんだっけ、全然脱いでる、え、だからあのね、動物園とかあ、確かに、あ、動物園めちゃめちゃ楽しかったんですよね、うん、本当にずっと撮影とか関係なく見回ってましたもんね、最後。そうですね、うん、楽しかった。あと私、うん、西伊豆の思い出が一つあるんですけど、西伊豆で多分ないかもしれないんですけども、西伊豆の地元のおばあちゃんたちと、あ、そうだ、お話ししたじゃないですか。なんか確かにないな、なんかね、あの街並みを歩きながらこう撮影してた時に、うん、なんか地元のおばあちゃんたちがお昼、なんかランチミーティングみたいな、うん、お昼のね、集いをされてて、うん、そう、なんかそこに話しかけに行ったよね。そう、行きました。そう、なんか行っといでって言われて、そうまあみたいな、そう、めっちゃ可愛がってくださって、ね、おばさま方が、ね、そう、いやあんたべっぴんさんやなみたいな、めちゃめちゃ嬉しくて、ね、で、その方々ともこう写真を撮ったりしたんですけど、確かになかったな。なんかすごい、そういえばいい感じでエモい写真やったから、うん、地元の人たちとの交流した写真もみたいな。あれなんかチェックの時ですから、なんか見てない気がするわ、ね、あの写真なかった、ね、あれあれの元の写真まあいろいろね、載せるってなったら許可が必要ですもんね。おばあちゃんたちは載せれないから、ね、そうそうそう、いろいろ許可があったから、そうそう、私たちの中だけでの思い出ですよね。記念写真もね、そうか、撮らせていただいて、じゃあ、あの後に、後で私に記念でください。確かに記念にあの写真を持っときたいな、うん、100歳ぐらいの、いや本当におばあちゃんたちだったよ。もう90、80、若くて80代ぐらいの方々だったので、でもめちゃめちゃ温かくて、そのおばさま方が、うん、ね、本当にほっこりした気持ちになりました、ね、はい、本当だ、懐かしい、よく覚えてますね。覚えてるよ、全部。懐かしい。あれは吉祥寺の思い出とかあったりしますか？吉祥寺の、あのご飯食べたところ、はいはいはい、中華みたいな、食べましたね、美味しかったな。美味しかった、うん、私 何食べたっけ。私はルードーハみたいな、うん、うん、え、何食べたっけなんか小籠包的なのね、いただいてましたね。そう、みんなで小籠包みたいなのを食べて、それぞれこうやって選んで食べてたの、懐かしいな。あれもね、あの聖地巡りできるんじゃないですかね。確かに、どこだっけな、割とその辺でもやっぱこれ持ちながらね、巡っていただけたら。でももう行った人いるんですよ。あ、すごい、早い。それこそそこじゃないけど、あの私がこう枯れシャツみたいな感じで来て、そう、コンビニの袋を持って、で、そのなんかちょっとなんだろう、コンクリートに綺麗な絵柄が描いてあるところのカットがあったんですけど、そこもう行ったよみたいな。あ、すごい、私あのボーイカレー、え、ちゃうわ、ボーイッシュ、ボーイッシュじゃなくて、あの彼女、彼氏とコンビニ行ってる設定じゃないですか、うんうん、そうです、そのシーンが私は一番好きで、前から言ってるんですけど。あ、本当ですか、嬉しい。あ、これだ、この辺だ。あ、これ私一番好きなんですよ、ね、嬉しい。あ、ここには載ってないのか、成功カットかなんかであったのか、表紙じゃない。あ、表紙か、表紙だ、そうだそうだ、うん、あ、ある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 、これだ、で、これこいつです、ドーン、こいつ、この、そう、後ろのこの柄、こんだけで分かるもんなんですね、ファンの方って。でも今さ、なんか Google 検索みたいなんでさ、うん、多分出てくるんじゃない？そうなの？あ、でも吉祥寺は分かりやすいって書いてる。確かに吉祥寺ね、確かに住んでる人もいるかもしれんから。そっか、うん、そうなんです。同じポーズで自撮りしたよって、いいですね。え、脱いだの？なんで？え、あ、違う、な、同じポーズ見てなんでやねん。そっか、あ、そうですね。まあ、じゃあちょっとここで、あの、もう一度ね、再度アピールをしたい。この時間しか買えないみたいな。そうなんですよ、はい、こちらの今ね、臼井さんの隣にあるポスターなんですけど、こちらが、あ、隠さなくていいですよ、そう、あの、こちらが今の配信中のみ、あの、このね、
大西のショールームであの写真集をご購入いただいた方に特典としてついてくるポスターになっております。でこちらのなんとポストカードも今回はあの特典としてついてきます。ダブル特典なんですけど、この2つはこの配信中のみでのゲットになりますので、あのあと30分ぐらいですかねしかあのゲットできないものとなっているので、よかったらぜひぜひあのこの大西のね写真集一回ちょっとここで説明も返しておこうか。あのこちらの方にあるカートボタンでショップルームを開くと、写真集がゲットできるので、よかったらそこでゲットしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃああれですね、こちらの説明もちょっと改めてしていきましょうかね。お風呂のカットどれだ、あこれだそうです、こちらの写真集が、大西桃花写真集の桃の眺め方の、通常版カバーとなっております。これは、ショールームで購入できるのもこちらのカットのやつになっております。でですね、2枚目、浴衣のカット、こちらごめんなさい。こちらのカットが、アットロッピーさんと HMV さんでの、限定カバー A の方になります。こちらはね、あのあこっちあれだ、中華のとこではないけど、けどその辺、その近辺で撮ったやつだ。でもこれもわかるのかな、この絵柄とかでどこの店とか。これね、すごいなんか可愛かったよね。めっちゃ街並みが。そうだ、この日の。撮影終わった後の打ち上げの場所ここだ。そうや、ここの2階で食べたんだご飯。打ち上げした、そうだ打ち上げした、はい、そう、ここだ。よかったらぜひぜひ調べてみてください、ね、はい、はい、とで続きましてがこちらですね、吉祥寺のこちら夜のやつで、これもアットロッピーさんと HMV さんの限定カバー B となっております。これなんだっけ？これシティホテルです。これシティホテルです。はい、これはそう。これどこでゲットできるんだっけ？これはあ、そっか、これもう終了してるんだ。あ、そうだった。そうだ。これ割と最初らへんに今日の12時までですよって言ってたやつだ。わ。そうだ。これはそうだ。そうだ、イベントのやつだ。あ、これはじゃあもうゲットできない代物になっておる、ね、そう、うわ、今思う存分見といてくださいこんなカットもございました。 ありがとうございます。なるほど。そう、これ大西結構一押しではないけどめっちゃ押してた。そう、手に入らないって分かるとさ、手に欲しくなるよね欲しくなるだろう。そう、でももうこれね、だからこの他今紹介した3つの写真集がまだ今後もゲットできる写真集となりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。でですね、あの大西桃花はセカンド写真集ではアイドルの写真集では世界初の試みということで、通常の木材から作られた紙ではなく環境への負荷が少ないサスティナブルな素材として注目されているライメックスというね、石灰石から作られた素材を使って写真集を作りました。で、まあね気ついたら隠してる、手ぶら、そう、手ぶら、はい、そう、よかったらぜひ、はい、ぜひ今後も隠してやってください、はい、私の露出を、はい、で、まあ、今回もう今日届いたっていう方が多いと思うんですけど、どうですか触り心地あ、なるほど、そう、そう、石には思えない完全に紙を、めっちゃ素材好きだって、一緒にお風呂に入れる写真集、そうですそうです、ツルツルしてる、そうなんです、そう、なんか紙よりなんか潤いがあるような、なんか感じの質感してますよね、うん、意外とめっちゃ紙だったって。そう、カバーが重かった。あ、本当重い、へえ、そうか、そう、でも確かにね、柔らかい、うん、柔らかい、なんかトゥル優しい、なんか素材になっております。そう、水分も弱め、はい、こちらはですね、あの、まあ水に濡れても大丈夫ということで、今日から確かめられるね、お風呂に本当に一緒に入って大丈夫なのか。でも先にちょっと言っておくと、あの大丈夫
ューブなんですけど、お水にこうかかったりとか、あの防水の携帯と一緒で、まあ、そんぐらいなんですけど、でもこうお風呂にずっとつけたりとか、あのそのまま濡れたまま放置すると、この紙というライム X というよりかはインクの方が先にダメになっちゃうというか、なんかにじんできちゃうというか、なんだろう、そうそうなんですよね。だからまあ別にあのお風呂に入って一緒に読めるよというのを売りにはしてますがそうなんです、まあある程度ということをね、まあ大事にね、大事にこう、まあ、濡れたら拭いてあの保管していただけるのが一番安全かなというふうに思いますので、ぜひぜひ管理の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、普通の写真集だとね、例えばなんかお弁当とか食べながら見てるとするじゃないですか。ちょっとなんかお弁当のなんかさ、唐揚げの油とかがピュッとついて、普通の紙やったらもう油地味になっちゃうわけですよ。確かに、もう終わったみたいな、うん、もう終わった、うん、でもこれは大丈夫らしい。そう、これ油、この間話してたんですよ ね、お弁当の油 OK だから、なんかご飯食べながら見てもらって、そうだから大丈夫、別にこの上にお弁当置いたとて大丈夫なんですよ。料理しながら見ても大丈夫そんなしてみたいから料理しながら、 いろんな楽しみ方がある。確かにね、もういろんな、確かにいろんなところに連れて行っていただいて、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。どういうシチュエーション、確かに海にも持っていけるし、そう、うん、シミとかも全然大丈夫。そうなんですよ。あのね、はい、まあでもちょっともうそろそろ意外と時間がね、そろそろ私は、あ、もう行っちゃう、もう一度ましないといけない。うそ、あ、なんかここでハゲちゃうね。そう、じゃあちょっと最後に一言いいですか。あ、もうぜひぜひ何ことでも、はい、このね、皆さん写真集もお買い上げの方ももうすでにいらっしゃるかと思うんですけど、うん、この写真集本当にね、アイドルの写真集っていう感じじゃなくて、もう女優の写真集っていう感じなんですよ、本当に。もうね、そのご担当いただいた時田さんもおっしゃってたんですけど、もう鬼さんは女優なんだよと、いや女優だよっておっしゃってて私もそう思ってて、実際なんか普通のアイドルさんの写真集では見れないような中身になってるんですよ、本当に。なんかこれはやっぱりその何年もかけて、その大西ちゃんがあの培ってきた演技力とか表現力が、あの今回この一冊の形にね、うまいこと収まっているなっていう風に本当に思うので、ちょっとでも興味持ってくださった方はね、手に取っていただきたいなというふうに心から思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、たくさん思い出を語ってくださいました、はいはい、マネージャーさんの薄井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。いや嬉しい改めてお誕生日おめでとうございます。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっとここからまたちょっとね、はい、進めていきたいと思うんですが、はい、そうですね、写真集とまた関係がなくなってしまうのですが、私本日改めまして26歳を迎えさせていただきました。そうですね、ありがとうございます。そうですね、26歳、25歳の1年間がどうだったかなって思った時に、なんかあんまりこう、発売おめでとう。いや、ありがとうございます。こんな素敵なお祝いケーキもいただきました。どうしよう持って帰れるかな、これ。すごい、めっちゃ嬉しい。いや、ありがとうございます。本当になんだか、あのこの写真集をこの誕生日当日に出させてもらえるっていうのもすごく、なんだろう、ロマンチックとかなんかそういう言い方をするのと、うんってなるかもしれないんですけど、こんなに素敵な形で写真集をお届けさせていただけるっていうのもそうだし、
そもそも大西が写真集を2冊目出せるっていうのも、そもそもなんかもう自分の中ではそこからなんかもう夢みたいな感じで、だからこの写真集2冊目のお話をいただいた時に、あの何回も言ってるんですけど、本当にあれこれって大西に来たお仕事で合ってるのかなみたいな、なんか本当に疑いから入ったぐらい信じられない言葉だったので、だからこうして今日自分の26歳の誕生日も無事に迎えることができて、で写真集も発売で、このファンの方にのまだ届いてない方もいらっしゃると思うんですけど、あの手に取ったよとか届いたよとか、あのパネル店行ったよとか、それこそ HMV さんのあのなんだこう並ば店頭にこう並んでいる写真集とかも写真に撮って今日来たよとか、なんかすごくこう私すごく今日バタバタな、バタバタというか自分の頭がなんかこうバタバタってなっちゃう感じの一日だったけど、改めてこう本当に幸せを感じています。26歳の1年はなんか少しでも皆様に、そして周りの方々にこうお返しできるように、そうですね、頑張っていけたらいいなっていうふうに思っていますので、26歳の大西桃佳も、そして大西桃佳セカンド写真集桃の眺め方もぜひぜひよろしくお願いします。本当にありがとうございます。皆様もたくさんのメッセージありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あ、そっか、ということでもうエンディングのお時間になってしまいました。本当に、あ、そっか、もう終わりか、びっくりだ、早かったです、ありがとうございます。ということで、改めてじゃあちょっと写真集の、告知をさせてください。大西桃佳セカンド写真集桃の眺め方、絶賛、予約受付中でございます。こちらの画面のカートボタンを押してショップルームを開くと、写真集をゲットすることができます。ここで写真集を購入していただくと、スイさん映っちゃうけどどう？こちらの、ポスターも、そしてですね、こちらだ、こちらのポストカードも、特典としてついてきます。でこの、もう一応ね、このポストカードとポスターはこの配信中のみの、特典となるので、この配信が終わってしまうとこれがゲットできなくなってしまうので、よかったら、ぜひぜひこのね、あ、もう今も飛行機が飛んでいるんですけど、ありがとうございます。よかったらぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでじゃあスクショタイムをここでしたいと思います。ちょっとせっかくなんでね、このこちらのケーキを持ってしようかな、見えるかな、あ、じゃあ今からスクショタイム行きたいと思います。いきますよ。めっちゃいい匂いする、美味しそう。では薄井さん、カウントダウンいいですか、終わりまでの、何のスクショタイム、終わりまでの、ああ、あと何秒ですか。じゃああと10秒、あ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 イエーイ、終了、スクショタイムありがとうございました。ぜひあのね、今日あの薄井さんが考えてくださったハッシュタグ0920の眺め方をつけてつぶやいてくださったら嬉しいです。あ、50分まで50分、あと9分だ、9時50分まで、あの先ほどの特典がついたあの写真集をゲットできるということで、9時50分まであと残り8分ぐらいですかね。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということでじゃあここでランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。じゃあ1位の方からいきますよ。1位、MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が、KITT アットマーク26歳の誕生日おめでとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして、5位がよっちゃんのゆうまもち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。
そして6位がリエボンさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がキョイさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がマサミーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がライオンマルさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒島のりこてんさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます、皆様本当にたくさんのお祝い、タワーもたくさん立っている、ありがとうございます。本当に今日はこのありがとうございますに込めさせてください。本当に皆様ありがとうございます、感謝の気持ちでいっぱいです。26歳も一生懸命頑張っていきたいと思います。ぜひぜひこれからの大西桃花の応援もよろしくお願いします。ということで、楽しい時間はあっという間ということで、大西桃花セカンド写真集特別記念配信、これが最後の配信となります。今までの配信を見てくださった皆様も、今日見てくださった皆様も本当にありがとうございました。ということで、じゃあ最後はキャッチフレーズをして終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ママ色。あ、早っ。違う、もう3年ぐらい担当してもらってるんだけど、あんま聞いたことなかったですか？あれ知らない、あんまり。知ってるよ。あ、知ってますか？知ってるよ。うせさんのじゃあ好きな色なんですか？私の好きな色は水色。あ、水色、うんうん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当に本当にありがとうございました。ではさようなら、ありがとうございました。本当にありがとう。バイバイ。